私は口だけなんかそういうこと言ってくれながら、結局やってないジャンルあったりしますからね。例えば何ですか？スポーツゲームとかはほとんどやらないですね、最近。スポーツゲームか。スポーツゲームはそうですね。嫌いではないんですけど、なんだろう、やりにくいってのはありますね。あ、そうですか。はい、やっぱり実名のリアル系のゲームだと、あまし僕スポーツとか見たりしないんで、ちょっと手を出しにくいかなとか。はい。それはでも、私も全く同じかも。サッカーゲームとか、はい。もちろんその野球とかサッカーの面白さはわかるんですけど、はい。はい。スポーツとしての面白さはわかるけど、そこになんか実名の選手が入って、それにその愛情、愛着がね、湧くかどうかと言われると、はい、そうなんです。そういうとこですかね。だから逆に言うと、例えばマリオゴルフとかマリオテニスとか、まあ、全然関係ないキャラクター、うん、そうですね。ああいったのだと抵抗なくやれるんですけど、あ、それはでも私も一緒ですわ多分、全然知識がないので野球やサッカーのとりあえず、うん、日本がいたら日本を応援しますけどそうあるいはもし地元にね チームとか野球のチームがあれば、はい、私の場合は広島なんで広島カープですけどまあ僕も中日ドラゴンズを、はい、うん、まあ、とりあえず選んだりとかするんですけど、うん、でもじゃあ、中で誰がいるかって言ったら、私はもう、マイケンぐらいしかわかんないんですよ。まあ、そういう風になっちゃいますよね。うん、本当に。なので、強いて言えばそこですかね。はい。確かに。もちろん、根本的な、そのスポーツの面白さはわかるんですけど。だから、もうちょっと砕けた作品が出てほしいもんですけど、なんかスポーツゲームって最近出てるもんで、大抵もう実名系ですよね。そうね。もうちょっと、はい。マリオとか使うなにして。ああ、はい、はい。確かに。かといってね。デフォルメ系が欲しいですね。砕けたら砕けたらね、砕けすぎるゲームも多いですね。ヤズマイレブンみたいな。ちょっとあれは行き過ぎて、もうサッカーとは思ってないんで、僕は。はい。だから、そうだな、スポーツゲームか。程よく砕けたスポーツゲームがちょっと欲しいかもしれません。そうなると本当にマリオぐらいしか思いつかないんですけどね。あとはみんなのゴルフぐらいかな。そうですね。どっちも はい、すごい好きなんですけど、はい。ああいったスポーツゲームは好きなんですけど、リアル系ってなるとちょっとなーっていうところありますね。そうですね。なんか、それはもう私も全く同感ですね、本当に。まあ、聞きがないゆえの。はい。って感じですけど。あとは、そうですね。知識があること前提で言えばキャラゲーとかですかね。まあ、キャラクターの。まあ、ついてませんよっていう。見てないんで、って。まあ、キャラゲートよりはどちらかというと、例えば、まあ、これまでのシリーズありきな作品みたいなのは、ちょっと途中から手を出すのは、基本的に辛いって感じですよね。なんていうんですかね。キャラクター性が強いゲームですかね。まあ、キャラクター性が強いシリーズものとかだと、ちょっとついていけなかったりとか。新キャラだったらいいんですよ、シリーズものでも。はいはい。テイルズ・オブ・シリーズとか、ドラゴン・クエストシリーズとか、毎回変わるじゃないですか、キャラが。だから、ナンバリングでも手を出せるんですけど、その、毎回同じキャラで、シリーズが続いていくみたいな作品はちょっと、はい、ついていけませんっていう。キャラクターも一緒で、まあ、ストーリーは変わるけど、多分システムも変わんなくて、みたいな、いうのがちょっと辛いです、ね。はい。まあ、でももちろん、ストーリー重視とかじゃなくて、アクションとかゲーム性重視だったらまた別なんですけどね。まあ、はい、アドベンチャーのキャラゲーかなでしたら。あ、そうなるかもしれませんね。その、アドベンチャーじゃないキャラゲーだったら、龍が如くも入りますからね。そうですね。私なんかは龍が如くは、ずっとね、主人公、まあ、一緒というか、途中から、まあ、複数人になったんですけどね、主人公。はい。まあでも、メインとなる主人公、人気のある主人公はずっと一緒で、普通だったら飽きられるけど、やっぱ人気があるからか、ずっと本当に人気で、割とその、キャラクターとストーリーの存在感に関しては飽きられることなく楽しまれてるかなと思うんですね。龍が如く積んでますね。はい。あ、そうですか。はい。ファイブ持ってるんですけどね。あ、そうなんですか。はい、なるほど。積んで、まだ3、4時間くらいしかやってないという。ああ、なるほど。はい。私はとっとと遊んで、とっとと、ね、クリアしちゃいましたけど。どんどん販売価格が安くなってるんで、それ見るために早くクリアしなきゃって思ってるんですけど。今、3980円くらいで売られてたりするんで。まあそうですね。これ、8000円くらい出して買ったんですよ。発売日に。ああ、まあ発売日それぐらいでしたね。そうなんですよ。だからちょっとね、なんか、遊ばないとなって。私はだからその3000円台になった時に、今だって買って、で、バーってクリアした。これは賢いと思います。バーって
プレイして、しかもまあ手放しちゃったんですけど、まあもう、おかげで1000円以下ぐらいで楽しめた結果になる。あのレベルのゲームを。今回すごい盛りだくさんですよね。今回はっきり言って結構長いので、メインストーリー。長いし、いろいろサブ要素もあるしで。で、まあ、ゲンドラさんがね、今本当に3、4時間ぐらいで、今のところ止まってるって言ったじゃないですか。はい、序盤確かにちょっとだるいです、はっきり言って。なんだろう、だるいからやめたっていうよりも、うん、同じ週に買ったものがあまりにも多くて、結局漏れちゃったって感じなんですよ。具体的に言うと Wii U だったり。あははは、ベクトルが違いすぎますね。その週に4本くらい買ってしまって、はい。それでもう積んでしまったっていう感じです。はい。一番その中で一番重厚なゲームだったんで、はい。でも優先度は低かったみたいな感じの。まあまあ、それはね、まあ。寒かったんですよね、当時。だからちょっとあんま強気は起動する気にならなかったりとか。ああ。ゲームパッドだけで主にやってたし。はい。はい。強気はちょっと寒い時期やりにくいんですよ。いや、わかります。はい。すっごくわかります。PS に、PS ビータでやれたらよかったんですけどね、竜が如く5が。ああ、どうできないんで、そんなことは。やれたら、まあ、今ね、クリアしてたかもしれないですけど。はい。そっか、よく考えたら、マルチ展開をしたことがないですね、竜が如くは。PS3 とかで主に出てますよね。うん、そうですね。PS3、PS2、PSP。まあ、それぞれいろんな展開はしてるものの。まあ、基本は、うん、まあ、単独ですね、要するに。そうですね。まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれませんね。まあ、はい、ね、それだけ自信があるというのもあるかもしれませんが。まあ、竜が如く、そうだな。まあ、私なんかはまあ、実を言うと、竜が如くを発売日に買ったことは実はなくて。毎回後で。それはどういった理由ですか？多分なんですけど、はい、私がちょっと、まあ、ワンに手を出したのが、もう、発売されて相当経った後だったんですね。はい、で、まあ、本当にたまたまお店で1000円ちょっとぐらいになったのを、もう本当に、だいぶ、もう本当に古くなった頃に、そういえばこんな作品あったよな、ちょっと興味あったけど、遊んでみようか、みたいなんで、軽く遊んでみたら面白くて。うん、それで、まあ、2、3、4、5って、まあ、流れのままに来たものの、まあ、その時、もう2ももちろん発売されてて、ほぼ同じぐらいの値段になってて、まあ、引き続き遊んだと。で、その頃3の廉価版が出るからどうかぐらいの時期だったんですね。ワン、ツー遊んだ。だいぶ後ですね、それは。うん、だいぶ後です。で、まあ、それこそその時、どうだったかな、プレス3を持ってたかどうかももう覚えてないんですけど、うん、まあ、どっちにしてもプレス3を持って、竜が如く3を確か買ったような気がするんですね。その時はもう、竜が如く3も、だいぶ落ち着いてました。で、まあ竜が如くって、まあボリュームはあるんですけど、あんまりやり込み要素のね、基盤が変わんないので、毎回。どちらかというと私はやっぱストーリー楽しんでる感覚が強いです。竜が如くって。ストーリーとそのキャラクターの生き様みたいな。ちょっとやった感じでは、もう、なんですかね、ドラマがメインかなと。そうですね。はい、で、寄り道要素はあくまでもついでにあるような印象でした。そうですね。まあ、公式的にはね、そのサブミッションやサブストーリー、やり込み要素その他諸々がすごいいっぱいありますよって結構アピールしてるんですけど。はい、実はそこに惹かれて買ってたとこあるんですよ。ああ、そうですか。はい、5とかも。はい。いや、本当にね、やることはいっぱいあると思います。やろうと思えば。いや、やる前と思えばそれももちろんできますし。で、まあ、どちらかというと私、そういうところにあんま興味ないので。でも、ドラマ、なんですね。ドラマチックです。そこが、まあ、なんか。はい、見た感じでは結構、惹かれるものでしたね。で、だからこそ、なんかこう、それこそ1も2も3も言ってしまえば、低価格の時に買って、はい。楽しんで、なんかそのままの感覚で来ちゃったもんですから、なんかフルプライスで買いづらいっていうのが。なるほど。僕はそういったのはあんまし、そういう発想ないんですけどね。やっぱ出ちゃうんですね。いや、私もね、基本はあんまりないんですよ、そういうの。もしよけりゃ、次の作品は発売日に定価で買いますよ、みたいなのもあるんですけど、そうじゃない作品もあります。だから、まあ言い方悪いですけど、そこまでの作品なんでしょうねってこと。あ、そういうことか。ね、変な言い方でしょ。まあ、だから、地球防衛軍なんかもそうかな。地球防衛軍も1と2はシンプルシリーズだったじゃないですか。ああ、1000円で。はい。その後、
まあ、地球防衛軍3が出て、あっちはフルプライスになりました。もう定着しましたよね、いつの間にか。フルプライスに。そうですね、4も普通にフルプライスですし。ただ、まあ、私はまあ、たまたま360か、Xbox 360でしか出てないですけど、3は。まあ、はい、ESP でも出たのが一応。まあ、だいぶ後の話ですけど。まあ、360で遊ばせてもらったんですけど、本体をそのまま、まあ、本体が、買うのが遅かったので、まあ、その時にはもう、廉価版が出てたから、まあ、3は結果的には。結果的な。で、じゃあ次、まあ、4が、出るんですけど、じゃあ4をフルプライスで買えるかどうかと言われると、どうしても。難しい。そもそも、フルプライスになった分だけ進化してるんですかね、その。私は3を遊んだ限りでは、はい。綺麗にはなったと思います。やっぱりシンプルシリーズならのゲーム性ではないんですかね。いや、でもゲーム性は、ほぼ一緒ですね。だけやったんですよ。僕もやった感じで、ちょっとこれフルプライスは厳しいかなと思ったんです。それは、シンプルシリーズの時の良さをそのまま引き継いでる。良くも悪くもですよ。あ、そうですね。引き継いでるってとこがあるんで、その、内容はいいと思うんです。内容はいいんですけど、ワンツーがあるんで、どうしても。私の頭の中には。フルプライスかー、みたいな感じ。もうどうなんですかね、情報を見た感じだと、3とそんな変わってんのかなと思ったりするんですけど。地球防衛軍4は一応今回オンラインプレイが対応になる。はい。あとはやっぱりそのいろんな人と楽しむためにその今まで本当にただ打つだけのゲームだったのがまあ例えば補助ができるとかいうその新しい歩兵が出るみたいなんですね。はあ、だからそのただ単に攻撃部隊だけでもう突撃だった今までと違ってちょっと戦略性が生まれる。だからそこでまあマルチプレイとしての魅力がぐっと高まるようであれば。まあ、それでようやくフルプライスの価値があるのかもね。ってなるかもしれないと。かもしれないと。かもしれない。ほう。まあ、期待したいですね、やっぱり。本当に久しぶりの新作なんで。そうですね。はい。すごく力を入れてると思います。そのね、PSP で、PSP だと、PSP でね、リメイクもしたりして、結構、3の PS ビータ1は大変評判がよろしかったようなので、そういう意味ではね、すごく力を入れてると思います。まあ、ちょっと私がね、発売に買うかどうか、あれですが、まあ、評判は期待という。そうですね。いや、地球防衛軍、フルプライスで買いづらいって言ったのは、値段もあるんですけど、発売日の問題もあるんですね。ああ、7月ですよね。7月は、大変だと思いますね、いろいろ。今、ちょうど私は今、欲しい新作はそんなにないから他の作品に手を出せてるんですけど、多分6月下旬あたりからちょっとやばく。そうですね。6月27日がね、なんか異様に書いてある。ああ、確かにいっぱい出ますね。印象なんですよ。何なんだろうなと思って。毎回、この時期は新作が集中するんですけど。まあ、でもどうですかね、7月に入ったあたりが多かったかなって印象なんですけど、なんか6月にこんなに集まったっけなとか思ったんですが。いや、まあ、例年、6月の最終週は、すごい充実するんですよ。でしたっけ？はい。うん。まあ、だから、まあ、例外なくってことなんでしょうね、じゃあ。今年も今のところ例外なく来てる感じですかね、はい。そう。5月は全くほとんど出ないんですけど、6月の中旬あたりからポツポツと出始めて、はい。下旬がすごいことになって、ね、7月も毎週割と出てっていう感じですかね。はい。まあ、夏商戦が始まる。夏商戦ですね、本当に。そうですね、今年、夏。ちょっとね、私も夏、欲しい作品。まあ、主に 3DS ですけど、結構いろいろあるなぁと思って。今のところどうです？ケントワールさん的に。7月は5本購入予定ですかね、今のところ。そうですね。はい。なんで、今のうちに積みゲーを紹介しておかないとなぁという。本当ですね。もう5本ぐらいになるのかな。いや、抑えとこう。最初は 1.5 本ですかね。一応他にも欲しいのあるんですけど、我慢しないと。だまだこれからいろいろ出ると思いますよ、まだ。夏でしたら。夏、まあ、モンハン4はいつ出るのかって感じですね。ああ、そうそう、あ、そうか、モンハン4もあったのか。予定してるけど、ちょっと遅いんじゃないかな、発売日にはのって思ってます。ああ、そうかもしんないですね。でも、できればね、8月上旬あたりに来たらって気はするんですけど。なんですけどね。
でも逆転裁判5が7月下旬に決まったことだしね。まあ、ジャンルが違うんでね、重なるのは全然問題ない気がします。カプコン的には、あの、プロモーション的に分散するじゃないですか。テレビ CM だったりとか。なんで、どうかなって。企業としては月間で出したいと思うんですよ。1ヶ月おきに。でもそうなってきますと。ロストプラネットも8月下旬になる。そう。だからどこに持ってくるんだろうって話になっちゃう。9月になっちゃうのかなとか僕はちょっと危惧してますね。それはちょっと危ないかな。危ないですね。本当にゲームって、あの、だいたい3ヶ月くらい前に特に対策だと発売日決める傾向にあるんで。はい。もういい加減に決まらないと9月予定になっちゃうだろうと思ってます。確かに。まあまあ。ね、例外ももちろんありますけど、そうだ、ね。対策で、今8月に出しますけど、ちょっとバタバタになりますね。規模が違うゲームなんで。まあ確かに。はい。タイミングを測ってはいると思うんです。言ってしまえば。だから例えば次のダイレクトとかね。ああ。あるいは、あ、まあ E3 で今回任天堂は、ね、カンファレンスしないので、なおのことダイレクトかな、タイミングを測るとしたら。あ、何にしろ今月中に決まるはずですね。夏予定なら。今月、来月の中旬ぐらいまでかな、ついてるなら。そっか、だから、まあわかんないな、でも。カプコンって発売日決めるの早いんですよ。まあ。人はもう1ヶ月前とかに土壇場に出すんですけど、カプコン半年前くらいに決めたりするんで。はい。まあ、どっちがいいか言われても、これ、よし悪しでね。よし悪しですけどね。そういう傾向を考えると、ね、夏ってのは、ちょっと、どうなんだろうっていう。しかしたら結構ドタボタしてるかもしれませんね、今。モンハン、こう、そのまま。そうですね。なかなか決まりそうで決まらないんで、そうなって結構他の、その、モンハン系タイトルは困ってると思います。確かに。それはありますね。まあ、あんまり気にしても仕方ないですけどね。はい。まあ、ちょっと早いとこ決めてほしいですね。購入予定のことも考えると。あのゲームは本当に長いこと遊べるんで、はい。まあ、その分だけがっつり時間が持ってかれちゃうんで、はい。やっぱ、積み木は作りたくないのでね。まあね、大抵はそのモンハンしか遊んでないっていう人が多いそうな気もするので、そういう意味でも、発売日が決まって、じゃあ夏はモンハン三昧っていう風になるのか、それともね、9月以降で、合間を見つけて遊ぶような形になるのかみたいな。そういうのがあると思うんでね。まあちょっと本当、どっちに転ぶのかという。ちょっとそうですね。まあ、一回延期してる身なんでね、それこそ。そうですね。本当は春にソウルサクリファイスと、もしかしたら同日に出るかもしれないという感じだったんで。全然そんなことはなかったですけど。ゴッドイーター2とぶつかるんじゃないかなっていう。ああ、そういう感じになりつつありますね。そしたら秋に出すのもありかもしれないな。その秋がポケットモンスター XY が出るじゃないですか。はい。で、まあポケモンとはまあ層が被らないので基本的に。まあ同じモンスターですけど。ポケモンとモンハンが同時に出ればある種もできるみたいなところはあるかもしれない。まあインパクトはありますね。まあ、まあできれば夏に出てほしいんですけどね。まあまあね、信じてますしかないですね。はい。まあ、今月中に発表されることに祈りたいです。はい。4月。あとなんか買う予定あります？その4月。まあ、7月ですか？まあ、今のところ決めているのは、そうですね、まあ、ピクミン3はもう外せませんよね。はい。外せませんし、あとは、デッドアイランド、リップタイドっていうのが、はい。ゲームと、マリオ&ルイージ RPG4、ドリームアドベンチャーと、あとは、ドラゴンズ・クラウンをどうしようかなと。はい、逆転裁判5。はい。ですかね。あそこドラゴンズ・クラウン。あ、これはあれでしたね。PSB、ビータやないな。PS3 でも出るか。はい。はい、ですかね。いや、これ、確かに俺もちょっと気になってはいるんですけどね。もう5タイトルか、もしくは魔女と百鬼兵。あ、はい。はい。のどれかですかね、今の。まあ、私も、逆転裁判とマリオ&ルイジーは入ってますな。あとはまあ妖怪ウォッチどうしようかなと思ってますね、私は。ありましたね。まあ多分ね、妖怪ウォッチはまあ値段的に考えて割と一人でサクッと楽しめる作品になりそうだと思ってます。まあやり込もうと思ったらやり込めるでしょうけど。
だから、まあ、連続出ても大丈夫かなっていう、あの、すごい、あの、軽い気構えで言いますけど、大丈夫かな。どちらかと心配なのは、それより前に、新世界人の迷宮。あ、世界人の迷宮はちょっと、僕は住んでます。手強いですね。いや、その、ちょっとまあね、あの、いわゆる新ということで、まあ、新しい、まあ、いい、気味がいいというか、まあ、私、ワン、ツーは遊んだんですけど、ちょっと離れてて、まあ、しかもクリアしてないので、どっちも。そういう、まあ、難しいんですよ。世界中の名義は本当に難しいですね。ただ、面白かったと思ってるので、そういう意味では。はい、作ってもらえてる。そうですね、ちょっとまあ、やり直せたなと思うんですけど、何せ今回、その、新シリーズの世界中の名義と、いわゆるワンのリメイクも入ってるっていう話なんで、はい、どうすんねん。大変ですね。どっちかはまず選ばないと。まあまあ、どっちか選ぶんだったら多分シンから遊ぶと思いますけど。シンから。まあ、新鮮味ありそうですよね、シンの方が。まあそうですね。まあ多分なんか満足しそうな気がしますけどね、シンだけ遊んだら。だからボリュームにもよりますよ。意外ともしかしたらシンの方は、ね、さらっと終わるかもしれませんけど。まあだから、それを妖怪ウォッチが出る頃までにクリアできるかどうかって言われたら、多分怪しい。どっちも RPG 続きするのは、マリオ&ルイージ RPG も RPG だし。あ、ほんとだよ。RPG がそんなに続いて大丈夫かな ?RPG 続きすぎですね。ま、RPG って言っても、ね、あの、世界史の迷宮は、出来上がってると結構、まあ、ダンスはシンプルですからね。ですね。ただ長いですね、でも。長いでしょうね。しようかな迷うな迷うといえば、他になんかあるかと言われると、ちょっと前に遡れば、はい。ザ・ラスト・オブ・アスとか、が、ね、まあ、6月の使いになってますけど、はいはい、ね、アンチャーテッド遊んでないのになぜかこっち気になるんですよね。まあ、なんか似たようなもんに見えますけど、結構違うみたいですね。はい。ホラー寄りなんでこっちは。ああ、確かに。そうそう、ホラー寄りってところがちょっと引っかかってるのは引っかかってるんですけど、私は苦手部類なので、ホラーは。どうですかね、ちょっと怖いかもしれませんね。ただ、結構そのサバイバルで、こう、いろいろ、ね、舞台、あの、いろんなところを巡るっていう意味では。あ、そういったところに魅力を感じてるんですね。まあ、そうですね。なんかこう、まあ、ドラマチック感というか、まあ、割と、あ、まあ、はっきりしない部分もあるんですけどね。はっきりしない。まだゲーム内容の全貌が見えてないのもあって。だから、まあ、ちょっと気になってる程度ではありますけどね。なかなか最近 PS3 のタイトル発売日にバーンって買うことがないので。あの、基本的に、ちょっぴりお高めなのもありますけど、PS3 がね、あのタイトルが。なんかまあ、こう、なんだろう、それを選ぶなら 3DS のタイトル遊んじゃう傾向が高いというか。手軽にできるからという面で。まあ、それもありますし、はい、ね、まあね、値段的にもちょっと抑えます。あ、値段。あ、確かに、僕はそういう感覚はなかったんですけど、まあ、両者、値段が違いますね。2000円くらい。いや、まあね、働いてちゃんと金稼いでるなら、こんなこと考えなくて済むんですが、なかなかね、辛い身分なので、うん。ドラゴンズクラウンはちょっと高いなと思ってました。ああ。1000円くらいするんで。まあ、ここはあれですよ。もう、技術量ですよ、本当に。まあ僕としてはあの、ダメだったら売ればいいやっていう感覚もあったりするんで。はい。私もありますね。はい。そうだな、まあだから。そうだな、よく考えたら RPG 続きってね、確かにそう言われればそうだな。でも、そうなるとね、5月6月買うもんがないなって話になっちゃうと、それはそれで寂しいところもあって。まあまあ、あんまり気にしすぎない方がいいんでしょうけど。その間に、ね。その RPG といってもどれも方向性は違いますからね。まあ、全然違いますから。それではそんなには気にしてない。まあ、マリオ RPG、マリオ&ルイージ RPG なんか、アクション要素もそれなりに強いです。そうですね。アクション RPG ですからね、正確には。からまあ、そういう意味では。世界中もダンジョン RPG になりますし。はい。まあ、あんまり気にしてないと言いつつ、その、なんだろう。妖怪ウォッチ遊び始めると、なんか世界中の名義が手につかないまま、妖怪ウォッチ、マリオ、逆転裁判で行きそうなんですよね。例えば、妖怪ウォッチと世界中の戦闘システムは割と似てるんじゃないですか。そうですね。コマンド的なとこも含めて。あ、いや、でもだいぶ違うと思います。だいぶ違いますか。あの、世界中の名義はね、あの、いわゆるオーソドックスなコマンド戦闘って感じですけど、はい、妖怪ウォッチの場合は、あれ、
まずそもそも自動で攻撃ですからね、あのキャラクターは。攻撃してて、で、状況に合わせて、あの、下画面をくる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 回すことで、キャラクターをバッて変えるんです。あ、なるほど。まあ、割と戦略性の高い仕組みになってて。じゃあ、またそれだと別感覚で楽しめそうですね。そうですね。だからそういう意味では、戦闘システムに偏ってると、慣れてくるんで、それはいいですね。どれもこれも全然違うから。そうそう。だから、あれですよね、その、シンプルに楽しめる世界で、で、そのタッチで楽しむ、ちょっと新しいスタイルの妖怪ウォッチで、マリオに関してはね、おなじみのアクションコマンドがあるので。そうですね、全然違う。まあ、割と性格の違う3作品が立て続けに楽しめると思えば、で、まあ、なんだろう、ボリュームうんたらかんたいってもそんなに長ったらしくもないじゃないですか。まあ、世界新迷宮はともかく。マリオはとにかくそうですね。うん。妖怪ウォッチもそれそんなに長いかな、どうだろうって。どうですかね。ちょっと新規タイトルなんで読みにくいですね。確かに。はい。なので、まあ、夏ね、また、ね、お財布が寂しい代わりに、気持ちが高ぶるって感じになると思いますけど。まあまあ。個人的に今年は、去年よりも充実してるかなって感じですかね。ああ、なるほど。その夏がですか？全体的に。全体的にいいですかね。はい、自分好みのゲームですけどね、あくまでも。自分好みのゲームが、はい。昨年よりは発売されてるかなって感じで。はい。なるほど。割とテンションが高められてるとこあります。ああ、なるほど。いや、それはいいですね。それが期待通りかどうかは別ですけどね、その、遊ぶ、実際に遊んだ感じで。ああ、それはね。期待ゲームは本当に、昨年よりも多いんで。はい。まあ、そういう意味でブログ更新のモチベーションが高まってますね。ああ、なるほど。確かに。はい。私の場合はね、あんまり、期待しすぎると本当に反動が怖いので。そうなんですよ。期待はするんだけど、あんまり深く期待、よっぽどね、よっぽど理想的じゃなか、ない限りは、そんなに深くは、深追いはしません。本当に期待通りやった時は本当に嬉しいんですけど。そうなんですよ。でもなんかね、あんまりそういう傾向がなかったので、もう、なんだろう、ファーストインプレッション、いわゆる一目惚れをしたような作品が、おっと思って、まあ、一目惚れするぐらいですから、相当思い入れが深くなるんですけど、やっぱりそれに応えられるだけのものって言ったら相当なものになるんで。そうなんですよね。よく耐えちゃうんですよね、どうしても。そうそうそう。だからそういう意味ではね、ちょっと Wii のフラジルでちょっと懲りたので。それはすごいわかります。Wii でもちょっとね、落ち着いてみて、そう言いながらね、この前神々のトライフォース2とか発表されたでしょ。そうですね。ちょっと気になるかなと。はい、やっぱり人間ですからね。難しいですよ、その辺は。はい。面白いと思うから、ね、はい、期待するわけで。ね。いいですよね。やっぱどうしても素直になっちゃうとこありますね。はい。まあ、素直でありたいです。なんか、ブログとかやってるとね、なんか、評価したりなんしてて、どうしてもこう、私なんか特に客観的に見ようとしちゃいますから、なんか堅苦しくなっちゃうんですけど、やっぱり人間素直に遊びたいですね。そうですね。本当に。まあそういう意味では、最近は意外と、あんまり気にせず素直に楽しめてるかなとは思ってます。いい感じの時間になったかな。うん。まあ、ベラベラちょっとなんかね、撮ってることを忘れたつもりでお話をしてきましたけど。どうでしたか？そうですね。まあ、割と、はい。自然な感じで喋れた気がします。意外と何を喋ったか覚えてないでしょう。こういう時って。そうでもないですか？まあ、振り返ってみて、やっと思い浮かぶ感じですかね。ああ、なるほど。私はね、もう全然覚えてないんですよ。この後も聞かせてもらいます。はい、まあ、そんなこと喋ってたんだって。はい、そうですね。なので、まあ、今回はですね、本当に何もテーマを決めず、本当に雑談のような感じですね。ちょっとケントワウさんとあれこれお話ししてみました。うん、なんか、いけそうな気がしたのでね、またやるかもしれないですね。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、今回はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。